チュン一緒反抗期こんにちは、ナオです。ウッシーです。ハブラシ出身、ユッテルです。今回の動画は、デッドリフト、グリップの全てを置いてきた。グリップの全て、グリップの全てを置いてきた。どう置いてきたんや。この動画に置いてきた。置いてきた動画です。スズメ、デッドリフト、グリップ、はい、まあ主にパワーリフターで使うグリップ2種類あります。オルタネイトグリップか親指を中に入れ込むフックグリップ、この2択です。8割ぐらいはオルタネイト、もっとか、9割ぐらいはオルタネイトですよね。どうすかね。まあ最近フック増えてるのもあるんで、ちょっと9までいくかなっていう気はしますが、まあ皆さんどっちでやってるかもコメント欄に書いてほしいですね。そうですね、はい、まあそれぞれの利点みたいなところ話しながら、この2つの、まあ、長所短所みたいのもありつつ、はい、でまあもちろんやり方もね説明していくんで、はい、はい、早速実技に参りましょう。お願いします。おう、大前提、はい、グリップっていうのは基本的に肩甲骨から始まってます。ここだけで考えちゃいけないっていうこと。なるほどね、マジでこれマジです。これはフックもオルタネイトも同じね。これもう大前提の話なんで、肩甲骨からグリップは始まるっていうことを覚えておいてください。例えば肩甲骨がしっかり肩を落としてね、下がった状態ですよ。これを作らないでこう力を入れてこう握ってしまう。これね、どんなにいい握り方をしてもこれ絶対グリップアウトします、重くなったら。なるほど、よくさ、めっちゃ力入って、はい、こう肘も曲がってこうやってやってる人結構いるじゃないですか、はい、これはもうね、グリップ持たないです。フックも同じですけど、しっかり体のたわみを取ってね、この辺肩はしっかりリラックスして、肩甲骨からの設定ですよね、そこを行った上で初めてこの握りっていうところに行き着くわけです。なるほど、フックも同じね。だから握りは肩甲骨から始まってるってことをまず覚えてください。わかりました。これ一個大事なことね。ちなみにその肩甲骨のいいポジションっていうか、その始まるっていうのはどういう意識を取ったら一番いいですか？基本的に肩甲骨はやっぱバーを引く瞬間はこうやって寄るってことはあんまなくて、はい、体のたわみをちょっと取った状態からね始まるんで、はい、ちょっと開いた状態、開いたポジションにある。ほうほう。で、開いたポジションにありつつ、ただこのバーの力を使ってこう下げるみたいなイメージですかね。バーの重さを使って腕を下げる、そうですね、開いて下がるみたいな。なるほど、まあそんなイメージ。まあでもこの間やっぱ山本俊樹さんのところでさ、ウェイトリフティング習ってきたんだけど、はい、ウェイトリフターのデッドリフトはやっぱりこう肩甲骨、まあ寄せるイメージというか、まあ肩甲骨寄せるというより胸をしっかりこう張ってさ、ここまで行く用のデッドリフトの引き方だから、だから我々とはだいぶ違います。そうですね、やっぱこういうとこから始まるから。あ、ウェイトリフターってそういうイメージですね、まあ俺らも開くっていうか、こう肩をしっかり下げるってことが大事なんだよね。なるほど、まあこの辺にして、まあグリップの話でいきましょうか。はい、じゃあそこのね、しっかりリラックスっていうことをします。じゃあまずはオルタネイトからいきますか。人数多いんでやってる人ね。はい、お願いします。オルタネイトなんですけど、よくあるのが、はい、こうやってさ、こうやって握り込みすぎてしまう人、こうやって、はあはあ、こうやって握り込んでこうやって引く人、はい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 、いるんですけど、これは結構前腕とかになんか変な力が入ってしまって、結局グリップは弱いというか、あのやっぱり一番いいのはこう引っ掛けるっていう感覚、これが大事なんですよね。握り込むのはいいんですけど、こういう握り込み方じゃなくて、単純に腕をまっすぐ下ろした中で、はい、こう深めのところで握るみたいな、はい、そういうイメージ。ちなみに握る場所はどこですか？握る場所は基本的にまあここの、ここに引っ掛けるのがオーソドックスですかね。これさ、指に引っ掛けるのっておすすめします？指に引っ掛けるのはやっぱグリップ力落ちるんで、まあハマる人がいないって言ったら嘘になるかな。そういう人も、まあ俺もそうやってやってた時期ある。でも、これで280ぐらいまでは引けたけど、なんかそれ以上になると落ちた。280までは引けたんだ、それで。でもこっちに引っ掛けた方がやっぱ高めのポジションから引けるから、感覚がいい時もあったんで、まあ一概に否定は俺はできないかなっていう、ただまあ基本的におすすめするのはやっぱこう深い位置で握った方がグリップが保たれるんで、握るっていうよりは引っ掛けるみたいな。引っ掛ける。なるほど。ここに引っ掛ける、はあはあ、握るっていう感覚があるうちは多分グリップは弱い。なるほどね、深いですねそれ、握らないんで。フックも同じだけどね、引っ掛ける。2つ目のポイントです。これはまず1個目のポイントはリラックス、2つ目のポイントは引っ掛ける。なるほど、まあ、本当にそれだけかな。まっすぐ手を設定して、肩リラックス、まっすぐ設定、あとは引っ掛ける、引っ掛ける、引っ掛け、引っ掛けて。本当だ、確かにあんま握ってないね、まあ、そもそも握るとリラックスできないっすよね。そう、それがイコールなんよね、握り込んだらこっちに力やっぱ入ってるから、自然と1とポイント1ポイントにはつながるっていう感じですかね。なるほど。ちなみにオルタネイトのメリット、デメリットは、
オルタネイトは基本的に最強のグリップ力かなと思います。なるほど。まあ、よっぽどフックがしっかりはまるっていう人じゃなければ、オルタネイトの方がグリップ力はやっぱ強いのかなと思うんですよね。うん、はい。ただ、それに対してフック。じゃあなんでフックやる理由があるのっていう、あると思うんで。はい。フックの解説しますか。はい、お願いします。まあ、フックも同じですね。まずフックね、どうやって握るか。はい。このように親指を中にこうやって入れ込みます。はい。で親指を上の4本の指で被せて、まあ、引いていく。こういうグリップ。うん。痛い。これは親指に薬指ぐらいまでかかる感じで握りますけど。薬指まで。うん。結構深くいくんだね。深くオールはいってる。めっちゃ痛そう。めっちゃ痛い。今60でも痛かったもん。300持つのに300フックやるのに60でも痛いんですよ。そういうもんなんですよ、フックって。でもフックやるってことはなんかいいことがあるってことですね。はい、いいことがあります。もう圧倒的にこれは左右対称に握れることです。なるほどね。うん、左右対称に握れるに越したことはないですよ。オルタネイトはグリップ力が強いかもしれないけど、うん、非対称じゃないですか。うん、非対称になるってことはやっぱり返しで距離が必要になるというか、うん、どっちかの手がやっぱ逆手で握ってる方かな、引かなきゃいけないじゃん。短いじゃない、逆手の方が。うん、だから左右対称に握って返せるっていうのが一番最短距離で返せる、それが一番のフックをやる理由っていうか、まあこれがあるからフックをやってます。僕は牛山さんでデッドどれぐらい変わりますか、フックとオルタネイト。うん、オルタネイトで290まで引いてるんで10キロじゃないですか。うん、ああなるほどね。10キロでかいね。うん、じゃあそのフックの握り方、はい、教えてください。はい、握り方ね、いや本当ね、これ多分いろいろあるんだよね。うん、うん、あ、牛山さんのやり方でいいっすよ全然。俺のやり方はまあ普通に親指を深く入れるってことが大事かな。お、こっちから取った方がいいかな。うん、親指をこうやってさ浅く入れてこう握るんじゃなくて、うん、がっつり深く入れてバーに親指をしっかり密着させる。どこまでいってんだ、ここまでいってんだ。そう、密着させる、密着させてしっかりかぶせていく。うん、で引く、この感じですね。僕はこれが中指までだとグリップがちょっと外れちゃう。うん、ほんとまあこれが一番大事かな。いろいろ試したんですよね。あえて親指はそこまで入れ込まず、はい、こっちをガバッとこうかぶせて、あ、4本の指というか、うん、でもちょっとやっぱ外れちゃう、これだと。なるほど。親指を深く握り込む、うん、このバーとの隙間なく、はい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 、この指をかぶせてって密着してる、密着した上でこう圧をかけるっていうイメージかな。うん、うん、それがやっぱり大事で、こう空間があると指の皮のなんか一部分にすごい負担がかかっちゃうんですよ。うんうんうん、イメージ指の皮にまんべんなく負荷をかけるイメージ。うんうん、親指の皮、親指の皮どっかの一部分に負担かかったらすごい痛いから。なるほどね。まんべんなく親指の皮密着させるみたいな。なるほど。そういうイメージが俺は大事だと思う。わかりました。うん、ちょっとウッディさん一回やってみてもらってもいいですか。うん、やったことない人にやってほしい。親指の皮をしっかり密着させる。はい。親指の皮にたわみを作らないっていう感じ。こういうことですか。うん、しっかり密着。お、すごい。そう、密着させて握って、あとはそこからリラックス、リラックス。え、めっちゃ怖いですねこれ。普通に負荷かけただけで痛い。おお。まだでもなんか手の中で遊んでる感覚はあるんですけど、うん、なんだろうな、もともと僕オルタネイトの時って結構指、さっき言った、はい、指でこうフィニッシュの時こうなってたんですけど、その不安は全くないなっていうか、あ、てか多分できないですよね、この状態で。多分こっちにはいかない、うん、無理ですね、もう外れてるんですよ。もう外れてるからその不安は全くないなっていう。ただこれを重量積んでいくのがすごい大変そうで、うん、痛いですよめちゃくちゃ。でも痛みを軽減するためにまんべんなく親指を密着させるっていうのはすごい俺は大事。なるほどね。うん、親指の負荷が分散するから。うん、引きやすさはどうですか。引きやすいです。やっぱなんていうんだろう、リストストラップでやってる時って、うん、最初こっちでやってたんで、うん、その感覚で引けるなっていうのは。ああ、わかりやすい。わかりました。うん、合う合わないで選べばいいですか。うん、うん、合う合わないで選んで、もう物理的にその指が短くてできないっていう人ももちろんいると思う。はい、フックに関しては、はいはい、うん。うん、だからそこはまあ諦めてオルタネイトしっかりやって。はい、まあ、ただね、これ面白いことに世界記録保持者、世界的な世界記録保持者ね、見てて、はい、フック
の方が多いわけじゃないですよ、別に。あ、そうなの？オルタネイトの方が多いんですよ。それ以外。保持者ね、見てたら。必ずしも万人にフックがいいかっていうと、そういうわけではないんで。なるほど。うん。まあ、単純に、オルタネイトでも強くなれるよっていうことでもあるんで。はい。うん。だそこはまあ、いい方を選んでねって感じです。はい。本当に。わかりました。この動画が少しでも良いと思った方は、チャンネル登録をしてパワーチューブに入部お願いします。お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。